こんにちはノブ、のぶ吉岡ですのぶジャイブファミリー、えー、ジャイブ上達講座、始まります、えー。本日のテーマ、えー、本日のテーマ、ダメ出しです。<laughs> えー、ダメ出し、これね、何、え、回、ー、も余裕ですけど、楽しいですね。えー、今回のダメ出しはね、えー、今見てる画面、ね、右の画面、これはね、5年か6年前、うん、定かじゃない。で、左の画面、えー、これは2年前ぐらいかな。 ん去年 ?2 年去年かなっていう、そんな感じです。だからまあ3年ぐらい3。3、4年ちょっと空いてるんですよね。えー、で、これをね、比較検証ちょっとしてみましょう。えー、そして、えー、どこがどう違って、どうなってるのか。もうこれ、ほぼね、一緒なんですよね。えー、動画が。これ、面白いですよ。で、それでね、ちょっとお話をしていきたいと思います。えー、じゃあ、まずね、これ見ていきましょう、えー。面白いですね。はい。で、まずね、右の画面から。 行きましょう右の画面がいきます。ドーた。おーね、フォアリーですね。次はコンバージョンしてからドーってきて、精度化したおお。なかなかいいじゃん。っていう感じかな <laughs> っていう感じですよね、えー。これもうちょっとこっちの方がいいか。うん、もうちょっとこっちの方がいいな。はいえー、じゃあもう一回ちょっと見てみましょうね。ちょっとうるさいかな、音が。はい。ん。はい。飛ばして

やっぱりこれ見てみると、スムーズさが全然違うっていうね。なんかスムーズさが違うよね。もうだから、まあ、パッと見た感じ。劇的には変わってないんですよ。劇的には変わってない。でも、なんかスムーズさがこう増してる。これ、進化してるんですよね。ええ。その劇的進化じゃないんですよね。ええ。だから、まあ、あの、ウィンドウサービンやってね、私のこう、ノブジャブファミリーに入ってね、劇的進化します。 あっというう間に進化しままますすねくなります短時間で最速でとかって言ってますけども実は、えー、そんな劇的になかなか進化するもんじゃないです <laughs> え,えじゃあ嘘いや嘘じゃないんですけども劇的最速では進化しますよ10年かかったのが3年とかね、えー、5年かかったのが1年とかそれはしますただこれねなんだろう,こうワープってのはないんですよこう 0, 0から1ぐらいのとこがいきなり10までポーンとワープすることはない。これやっぱりね、えー、ワープはないんだけど、近道っていう形ではあるんですよね。だから10年を5年にしよう、10年を3年にしよう、近道はあるんですよ。だからワープはない。これちょっと頭に入てくだですね。だからノブジャイブファミリーに入ってからって、いきなり次の日からとんでもないジャイブができるって、これはありえないことですね。やっぱりそれは一、えー、つ一つのこう積み重ねになってくるんですね。 やっぱりこう、スポーツってのは積み重ねなんですね。ワープでポンといくことはない。やっぱり上手くなる人って一つ一つしっかり積み重ねてるんですよね。それをちゃんと理解して積み重ねていくっていうことが重要なんですね。ただ何も分からないんで知らないのに、一つのスキルポンと教わっ,ったからったらそれが劇的にワープするような進化っていうのはないってことなんですね。まあ、その辺をね、もう一度ちょっと見ていきましょう。ね、そうやってちょっと言われると、え、なんだみたいな。 で、<laughs> ってことだと思うんですけども、えーまあ、一つ一つゆっくりと、えー、進化していくっていうことですね。じゃあ、見ていきましょう。えー、まずね、こちらの、えー、5、6年前のと、えー、こから、これね、ちょっと見てたんでね、ちょっとね、うん、これをちょっとゆっくり見ていきましょう。はい、で、こう、ね、これはもうスピードをとにかく上げる。ね、胸にあたって板が暴れてますけどもね。はい、でここでここ これね、これ見て,てこれはね、そんなに私ね、これは私の検証ですからね、えー、コンバージョン的にはそんなに変わらないんですよ。グーッて、ここからグーッて,て、ちょっと画面ずれたな。コンバージョン。ね、こう。ね、ちょっとセールがちょっと巻き込みすぎかなってちょっと気がしますけどもね、えー、この辺ちょっとね、面白いので見ていきましょう。<noise> ちょっとこっちってもいいか。ね。 こうね、コンバージョン的にはかっあちょっとでもうん数センチ交換帳が強いかなはいに似てるでしょ面白いでしょみたいな <laughs> ねこんな感じ、はい、マストのちょっとやっぱり角度と部分ンドの下げがちょっと違うのかなって気はしますね、えー、まあいいとこもあるし悪いとこもあるっていうとこがあるのかなっていう感じですねうんですねはい でまあ、基本的に言うとね、これあの <coughs>、ダメ出しとしてはね、やっぱりねこう、なんだろう、ダメ出しとして言うんだとしたら、えー、手幅狭いです、ね、<laughs> これね、えー、これ私ね、自分で一生懸命教えてるんだけども、なかなかうまくいかない、んちょっと気が緩むと狭くなってしまうっていう感じですね。セ、まあ、セールが、ね、右側のセールルがが右の多分ぐらい え左側が多分5.3、正、ま、論、あのサイズとボードのサイズも違いますね80リッターと100リッターっていう、ちょっとその違いもありますけどもね、えっ、ー、と、これ、まあ、ブームの、ブームエンドの上下っていうのはそんな関係ないですね、これ、単の大きさを多少変えてるので、えー、あれですけども、やっぱり腰の低さもちょっと違うのかなっていう感じですね、これ、でもね、一番違いがね出てくるのはこの後なんですよね、いいですか、これ、面白いですよ。ぐーっときて、うん。 もうちょっとこっちの方がいいか。うん。こっちの方がいいな。これね、まあ、ブーム手がこう狭いんでね、ちょっとね、内径軸がちょっとね、こう、あのー、なんだろう、内径軸、ある程度取れちゃってるんで、手幅が狭くても、内径軸っていうこと自体をしっかりやってるので、そんな手幅っていうのはそんな極端には関係ないんだけども、えー、でもね、取ることによって、もっともっとこう内径軸が促進されてるっていうことになると思うんですけども、ここでね、一番重要なこのマストで、マストでの位置。 マストデの位置をちょっと見てもらうと分かりやすいかな。すごい似てるでしょ、これ。ほら。ね、あとはあのー、ここのほぼあのし同じようなシーケンスっていう形になってるのかな。ね、ほぼ同じような。で、マストデ自体の位置っていうのはほぼ変わらない。でも、なんかちょっと内形式がちょっと違いますよね。えー、どっちがいいんだろう うーんまあ、これはね、また検証する、なくちゃなんないっていうところあるんですけども、いいですか、ここから見て、これマストデーを見てね、マストデーをスライドさせるんですね。内傾軸を保ったままお。ほら、スライドさせて近く持った。これセール返すためですね、えー。この辺がね、やっぱりね、ちょっとね、進化をしてるっていうところがあるのかなーって気がしますね。ほら、こう。ここでね、こうやっぱり目線、 目線とね、やっぱり膝の向きが、ね、ちょっと違うんだよね。えー、やっぱりこう、昔の、えー、5年前、まあ5年前でい,いや、えー、5年前のね、体の内径軸が、ね、緩んでるんですよ。どっちかっていうと。あと、ちょっと重心が高くなってるんね。うん。そのほんにねこう、見た感じだと何ミリっていう感じになっちゃうのかな。まあ、あの、しっかり測れば何ミリじゃないんだよ。 1>, どうけどもまあ、1ミリの違いが3年4年かけての1ミリの違いがスムーズさになってるんですねだからここで私一番言いたいのはやっぱりワープはないってことやっぱり1ミリ1ミリの積み重ねなんですねええー、だからまああのー、3倍の法則ってありますねスピードの中でやるスポーツの場合は特に運動した時速いですからね3倍の法則3倍意識持って大げさにやる それが1ミリに繋がるんですよ。これちょっとだけ、じゃあ1ミリでいいやって、1ミリでやってたらこれね、0.01ミリしか進化してこない。だから3倍の遅くで1ミリ1ミリを積み重ねていくっていうことが重要。だからこれね、結構ね、コツコツなんですね。コツコツ型。だから亀が動くよう、亀が一歩一歩を踏み出すようなコツコツ型なんですよ、実用と。それが10年が3年だったりとかっていうことになります。いいですかねえ、ちょっとね。 えどうだろう <laughs> で、こうやって見てもらうと、ここでセールを返す。ね。マスデの持つ位置ね、あんまり変わんないんだよね。でもちょっと、うん、変わんないかな。うん、もう似てるね、これね。ほら、ほら、この辺、そっくりですね。そっくり。で、あとはやっぱり、これは手を離して、ほぼ似てる感じですね、位置的にはね。ブームエンドがね、やっぱりね、昔の方がちょっと上がってるんだよね。 だからこれあの右側でこう精度を返したときに、ちょっとブームエンドが下がって、ちょっと後傾にやっぱりなるんですね。前傾を促進させてな、ね、い。だからこれもブームエンドの上下というのは何ミリ単位っていうイメージですよね。これが一つ一つ積み重なって、スムーズになってくるっていう感じになってるんですよね。はい、精度を返します。ね、この位置。これ面白いでしょ。これもうちょっとこ,れこっち持ってきてもいいのか、うん。そうするともっと見やすいんだな。 ほらここそっくりでしょここでも分かることは内形軸はやっぱり何ミリ何ミリってことはないですけど何十センチか内側に倒れてるんですよ。で右側は背骨がちょっと伸びててちょっと前傾の促進が足りない。だからちょっと後傾っぽくなってる。っていうところ出てると思いますね。これ分かりやすいでしょ、ね。本当にね、ほぼ一緒のシークエンスなんですよ。これ面白いですよ。これ面白いですよっていうかすごいですよ。 これ見てもらってください。ほら。ねそうすると、右側、ノーズが上がってます。ってことは、後傾になっちゃったんですね。ねこれ、マストの出す位置がちょっと違うんですよ。これ見てもらうと分かるけど。これ、やっぱりね、自分の目線より、ちょっと風下側に入っちゃってるんですね。ってことは、セールとかが全部こう、何ミリか。 テール寄りに来ててるってことなんで、すね左側あの、前さばき。完璧に前さばきはね、えー、5年前に比べるとうまくなってて、かなり前でさばけるような。かなり前ですよね。この辺の違いがね、面白いんですよ。ほら、これ前でさばけてね。でいうような感じだけど、体がもう後ろに行っちゃってるの。右が、今ね。これ面白いでしょ。で、ぐーっと前に、ほら、前に来てるでしょ。 これ、ほら、ここでノーズの上げが、上がりが全然違う。この右側の写真を、今、静止画見てもらうと。完璧にテールが沈み込んでますよね。水面見ても俺はばわかります。浮いてないです。食い込んでます。だから、こういうことなんですよ。実を言うと。今回、これ、何が言いたいかというと。<laughs> ダメ出しとかっていうか。やっぱり、これ。一ミリ一ミリの進化なんですよ。一ミリの進化。 だからこれがワープするように、これがいきなり30センチ前に出るってことは、これはありえない、ええ。その30センチ出るために、1ミリ1ミリの積み重ね、それを短くすることができましょう知ってれば短くなる。3倍の法則で一生懸命。知らないと、これがならない。だから、右側ぐらいので止まってる人が結構多いことは多いんですね。ええ、これは、ワープを求めて、やりすぎ。 ワープを求めてるっていうところも確かこれ人間ね私もそうなんだけどワープしたらいいなみたいないきなり10年後になっちゃうよね10年後で俺上手くなってねえかなみたいな感じなんですけどそれはないうんないですっていうことを言っちゃうとあれだけどねないですえそれはないですっていうことですえだからねノブジャブファミリーにねこう誘うこともねえ多分ねあのみんなしてくれてると思うんですけどまあノブさんにだから言う時にね多分ねこう ノブさんに教わったからってね、ジャブファミリーに入ったからってね、これね、突然うまくなんないよって言ってください。<laughs> やっぱりそれは 1, 1ミリ1ミリの積み重ねなんだよと。えー、だワープで入ったからって、もう半年後にゴーンと飛び抜けて、めちゃくちゃ上手くなってるってことは多分ないよと。ノ、え、ブ、ーまあ、あジャブに入ったってことで、その可能性はありますよ、えー。可能性はあるけど、入ったからってドーンっていうことは多分ないよと。 言っていいください <laughs> これ1ミリ1ミリをちゃんとしたスキル、えー、メンタル面とあとスキルっていうのを一つ一つ積み重ねて線になった時に初めて「おあの人うまくなったね」ってなるそれはあのたまに見る人が見ると「うわワープして突然まくのどうしたの?」っていうことでも本人はこれ1ミリ1ミリですからね、えー、やっぱり本人は1ミリ1ミリで積み重ねてって点と点をつなげてって線になったいやあ来たってうもう最高の喜びですよね まあえー、だからまあ、人が見たらね、ワープに見えるかもしれない。だからまあ、私が紹介してるね、えー、弟子、いますよね、弟子さんが、えー、弟子っていうかね、あのファミリーに入ってる方が、もう本当に1年、2年、3年で、ゴーっとうまくなって、うわ、すごいじゃん、今、あんな悪れ気すんの、すごいね、さすがですね、うまいですね、のぶさん、さすが、ジャイブファミリー、すごい、入ったらああなっちゃうの、じゃないです、本当は。 <laughs> 本人の1ミリ1ミリの積み重ねです。ええ、でもその正しい積み重ね正しいスキルの積み重ねでそうなってるだけっていうことをねちょっと言っといてくださいね、ええ、入ったからってね半年後でうま、ええ、くなんないんですけどなんて言うと私困りますからねそれ本人次第ですから、ええ、チャンスはありますノブジャグアムに入ればチャンスは OK チャンスあった、ね、可能性はもう手に入れたあとはあなたが1ミリ1ミリそのスキルをちゃんと忠実に行って やるってことだ,だからこのね動画はなぜこう私今回出したかっていうと本当にちょっとしたことなんですよ。早いこう普通のこう流れで見ちゃうと分かんない。でもこうやって細かく見ると本当にこうちょっとずつちょっとずつこうこれ4年前ですかね <laughs> 34年前、えー、動画の比較としてはそのくらいかかってるってことなんですね。 私はあの、ね、教えてくれるメンターっていうか、ね、ちゃんと教えてくれる人は、ね、手取り足してて、教えてくれる方がいないので、一人でコツコツやるしかないので、その1ミリ、1ミリに,にか積み重ねてここまで来る。だからもう30年、40年、えー、1ミリ、もしかしたら0.1ミリだったかもしれない。それを積み重ねてやっとここまで来てるっていうことなんですね。えー、でも、えー、それをこう縮めることはできますファミリーにあればそのチャンスを手に入れたっいうことですね。えー、そして、えー、チャンスを手に入れて、 ね、一歩踏み出したっていうことになりますので、えー、それです今日は、えー、本当にね言いたいことっていうのはねでまああのー、そのねこの 1mm に 1mm の積み重ねこれ実は言うとねこれ楽しいんですよ。 っていうとちょっとずつ上手くなってるのって結構ね、本人わかんないんだけど、あなんか人が見てね、結構、おお、変わったじゃないみたいなことを言ってくれるんですよ。本当にね、そしてこう、なんだ、今まで止まってきたのが、あなんかちょっと止まんなくなってきたなっていう、その積み重ねが毎日毎日これやるたびにこれ楽しい。戻るときもありますよね。戻るときは結構ショックでね、うわー上手くなんねえなと思うんですけども、それがポンと一個ちょっと上手くなって、おーやったみたいな感じ。うん。だからそれ,それが結構楽しいんですね。まあ、この前、どっかの雑誌で見たのかな。 えー、楽して上手くなろうなんていう,こう、うんあのー、キャッチコピーみたいなのが出てたんだけどそれねえだろうって楽して上手くなるわけねえだろうみたいなそれ間違いだよその楽って楽しくの間違いでしょって、えー、楽しく上手くなることっていうのはこれは絶対あります、えー、楽しければ楽しんで上手くなります楽しいってことは一ミリ一ミリ進化してるってことです楽して上手くなるってこれ絶対ないです、えー、ありえないです楽しては楽しくはありますよ だからそのね、えー、日本語難しいんでね、これね、読み方、えー、読み方を変えるっていうこと楽してうまくならないです。それを楽しくっていう1ミリ1ミリね、自分が進化しているのが分かれば本当に楽しくってもうワクワクして乗っちゃいますからね。そういういこと、えー、だから楽しくうまく,くなるそしてそれを最短に短くするっていうことはこれは必ずできます。必ず点と点がつながりますからね、えー。やってればね、積み重ねで、えー、その時にあなたは人から見たらわー、あの人すごい。 うまくなっったたワープしたって言われるいやいや、本当はね、1ミリ1ミリ、私は楽しく毎日毎日こうワクワクしながらやってて、こうなったんですよってこう言ってあげればいいと思います。えー、本日はね、だ、え、め、ー、出しっていうかね、うんなんだろう考え方うんになっちゃうのかな。一番いいことは、劇的に進化することはないと、ワープはないと。えー、1ミリ1ミリの積み重ねを、えー、することによって、 え楽しくウィンドサーフィーはジャイブは進化してくるっていうことなんですね。えー、その中に3倍の法則とかありましたよね。えー、まあとにかくウィンドねあのスピードのあるスポーツなんで、もうとにかく大げさにどん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 んやっていくのでちょうどいいスピードにそれでやっと体がついていくみたいな感じがありますので、えー、ぜひともコツ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 1ミリ1ミリ積み重ねてジャイブをうまくなってください。そして最後はねこう もう私なんか目指すところ、リーバイ・サイバーのような、こう、もう本当に加速するような、キレキレのボードコントロールをするような、ボードコントロールを自由自在にできるような、えー、ジャイブが、えー、目標としてあります。ぜひとも、えー、一緒に頑張っていきましょう、えー。本日もありがとうございました。